はい、どうも、今回紹介するのはですね、長谷川のフォルクスワーゲンタイプ2デリバリー版、たまごガールズサマーペイント2017です。ワーゲンバスというか、デリバリー版も含めてちょっと紹介したかがね、もうちょっとさすがに覚えてないので、あれなんですけど、長谷川の要はその普通に売られている定番商品として売られている、デリバリー版に、まあカーモデルもね、あまりちょっとんっていう方の方が多いかなと思いますけど、飛行機作られてる方だったらご存知の卵飛行機っていうすごくデフォルメされた、飛行機の、キットがあるんですけども、そのシリーズがあるんですけど、それにですね、それぞれイメージキャラクターというかそんな感じであるんですけど、これ前、キューベルワーゲンとか、あと、ジープか、三菱じゃないわ、米軍のジープですね、あの辺に出てた、女の子と、がいますけども、そういう感じのね、女の子のペイントが書かれたというか、まあ、デカールなんですけども、そういうのを、あしらったというか、そういう感じのシリーズですね。夏と冬出てたと思うんですけど、ごめんなさい、うちもね、ちょっとね、今回これ初めて注文いただいてっていう風なので、具体的にね、何がどうなのかっていうのはちょっとわからないので、ちょっとまあ、順番に紹介しておこうかなと思います。よいしょ。2015年ぐらいからあったんじゃないかな。こんな感じですね。で、デリバリー版自体はですね、もうこれもだいぶ、もう前からあるキットなのかな。今回ね、同時に、同時じゃないわ。もうちょっとしてからかな。ムーンアイズの、仕様もね、再販みたいな感じになりましたけども。まあ、デリバリー版のキットに、デカールがついたっていう感じになります。で、このデリバリー版のキットなんですけど、自分もね、あんまりまじまじと見てないんだよな。まあ、隠れるからいいんですけど、ここにルームミラーの固定の、あれがドーンとありますね。固定というか、こう、下から差し込むような感じのやつですね。でね、構成自体はね、すごくシンプルなんですよね。この、まあ、デリバリー版自体がもうかなりシンプルというか、そういう感じの構造、キットの構造になってるので、あれなんですけど、ドア内張りはないんですよ。それは知ってましたけど、それは知ってますっていう言い方もおかしいな。そういうやつなんですよ。で、荷台が、どうなんだ、これ。よくわかってない。で、今回もデカール裸です。デカール裸ですって言い方ちょっとあれなんだけど、長谷川さん限定商品にもかか、限定商品だろうが通常品だろうが、こう、袋を入れなくなっちゃったので、もしね、組みたいなと思ってる方、デカール、どうしてもね、空気中の水分含んじゃったりとかして、ね、貼りづらくなっちゃったりとか、あと場合によってはね、こう、割れが生じちゃったりとか、そういうことが起きますので、なるべく早めに、使っちゃった方がいいかな、使っちゃったというか、作る方がいいと思います。まあ、保管しておきたいって気持ちもわかりますけどね。で、一応こんな感じの4面図もありますね。これ見る限りね、結構ね、デコボコしてるところ。要は、ドアの、ヒンジに当たる部分。ここですね、こういうところとか、にも当たるような感じにはなってるので、ね、この辺貼るのはちょっと大変かなってこと思います。まあ板車作る方だったらね、そんな大したことなく作れるかなと思うんですけど、一応切り継ぎ系のデカールはついてはいるのか。切り継ぎ系のデカールはついてますけど、じゃあここの部分が抜けてるかっていうとそういうわけじゃないので、その辺がちょっと大変かなってことを思います。で、もう構造自体はもうかなりシンプルなんですよね。こんな感じです。下回りもね、まあ、実車の方がかなりもう構造としてシンプルな車なので、その分、まあ、こっちの方もシンプルにはなっちゃうんですけどね、どうしても。だから、ここまでが、普通のデリバリー版の、じゃあ、ここの説明書のね、
デリバリー版の、説明書に、デカールの貼り付けのやつがちょっと変わってるっていう感じかな。あ、一応デカール請求できるんですね。こういう板車系のキットだとね、デカール請求できないパターンが多いんですけど、でもね、限定品のね、まあ、これ限定品なんですけど、長谷川の場合、限定品のあの部品請求ってね、ちょっと違った覚えがあるんだよな。なんか普通のその部品請求とは違って、限定版のキットのやつに関しては、どんな部品でも、まあ、例えばこれをデカールに限らずですよ。デカールに限らず、なんかね、ちょっと特殊というか特別な方法がなんか必要だったような覚えがあります。長谷川のホームページでね、部品請求ってところを見てもらうとわかるかなと思うんですけど、その辺がね、ちょっと違ったりとかするので、まあ、もしね、でもデカールだけ注文、確かね、限定品はね、この原本かなんかがいるんじゃなかったかな、請求カードが。そんなような覚えがありますけどね。ホイールの取り付け方がちょっと変わってるというか、そんな気がしますね。ちょっと珍しいパティンですね。もうこっちからナックルのところからピンが出てて、ホイールをかぶせて、キャップつけて、で、ポリキャップつけて、センターキャップ、ホイールのセンターキャップをつけるみたいな、ちょっと変わった構造になってますね。これだったらでもホイール交換とかやりやすいかな、っていう気もします。うん、なんでね、まあ、まあ、このキットに限ったことではなくて、デリバリー版自体のキットがね、確かね、定価、あれ、2200円かな ?2400 円かな、そんな高くなかったような覚えはあるんですけど、なんでね、これをベースにね、やってみても、まあ、カスタムした感じの、要は車高を落とした感じとかね、そういう風にしてもいいかなと思います。卵ガールズの、まあ、このキットもね、結構人気があるところはあるみたいで、だいぶ、なくなるところは早いみたいですけども、もしよかったらね、こういうのもあるんだなってことでやってみるのも面白いんじゃないかなと思います。結構デカールとしては、平面なところが大きいので、もうデリバリー版自体がそういう車なのでね、そんなに、さっきのそのヒンジの部分ね、あの辺部分だけ気をつけてあげれば、比較的貼りやすいんじゃないかなと思います。ただこういうね、スリットのところにも被ってたりとかするので、その辺はちょっと大変かな。ってことを思いました。これ定価がね、税抜き定価が3800円となってます。まあ限定品なのでね、どうなのかな、卵ガールズのキットは限定品って言ってまたすぐポンって出すかどうかはちょっとわかんないですけど、もしね、発売されるの待ってたよって方はお早めに。どうぞゲットしてみてください。というわけでですね、今回紹介させていただいたキットはフォルクスワーゲンタイプ2デリバリー版卵ガールズサマーペイント2017紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。